松田的スーパーヒーローラジオ。我ら双子が大好きな特撮について思う存分語り合うこちらのコーナー、熱血特撮語り。むちゃくちゃ隣の台本見てましたね。パッと見たら違うなと思って。いらない。はい、ガチャードコリアで。もう準備になったんですね。はい、早速ガチャードからいきますよ。はい、戦闘員三原王次郎さんからいただきました。ありがとう。仮面ライダーガチャード第31話、暗闇の二人、互いを信じてみました。今回改めて思ったのは、仮面ライダーマジエードムーンケルベロスの仮面ってシルエットがお団子ヘアみたいで可愛いなということです。うん、仮面ライダーエグゼイドのように髪を模したデザインではなく、ケルベロスの頭が、ね、くっついているというシンプルなデザインなのですが、正面から見ると髪をお団子にまとめた格闘少女みたいな雰囲気が出ていて、よく考えられているなと思いました。3ユニコーンの後ろ髪を束ねていないようなデザインも素敵ですが、個人的にはムーンケルベロスのデザインに軍配が上がりました。個人的にここにケルベロスってなってるから、私もムーンケルベロスが好きです。わかります。はい、マジエドの活躍といえば、今回クラーケンマルガムに対して仮死状態になって油断を誘うという作戦が披露されましたね。胸のアルケミスジュエルから輝きが失われるという、まるで光の巨人のような演出でしたが、変身解除されなかった時点で擬態だと思った視聴者も多かったのではないでしょうか、ということで。ていうか、ちゃんと初めに言ってたじゃんね。その技とか、その作戦に出る前にさ、ロミオとジュリエットのことを思い出しててさ、一旦仮死状態になるっていうシーンをパーンって入れてたから、予想も何も答えを提示してからやってくれたなっていうイメージでしたけど、ロミオとジュリエット知らない人からしたら、これ見て仮死状態ってなった可能性あるよね。口頭では言ってたけど、こうなるんだってはなったか。確かにね、ワンチャンあるよね。いや、もうロミオとジュリエットはね、本当に我ら過激少女という作品の中で、はい、結構深く理解を深めた作品が出てきて、ね、今回テレビ版ではいい感じに編集されたバージョンが流れたんだけど、 TTFC だっけな、TTFC では全編が、今何の話か分かってるかな。ロミオとジュリエットの舞台劇、一緒に学校でやっとったあれがフルでね、劇中劇が全編見れるそうなので、見たいなという方はぜひ見ていただきたいね。そうだね、あれはきっとこれ全編撮ったんやろうなって言ってたんやね。そしたらもうエンディングのところにこうやってバーって出てたから、あ、全編やっぱ撮ってたんやって、ね、だってこんだけ綺麗な衣装をさ、ちゃんと用意してさ、もったいないもん、ほんまにな。せっかくならみんな見てって思うよなそう、実はここに三原王次郎さん、この後ラケシスのこともね、ちょっとこう予想みたいなのを書いてくれてあったりしたんだけど、なんかわかんないじゃん、変に言うことによってさ、あ、そういうことかなって思っちゃって、あ、なんかそういう気持ちで見ちゃったなって、何度もあれかなとか、なんか配慮がむずいんよ予想って立てにくいんよそうなんよ、我らがあんまりね、予想立てないオタクっていうのもあって、そう、気づいてない人には気づかないまま楽しんでほしい、そうみたいな部分もあるからちょっとね、全文読めてない部分もあるんですが、そう、今回ね、略士さんがガッシャーやってね、でっけえ武器持ってる姿はあんまりこうでかい武器を持って戦う印象がないから、なんか環境が変わったんやなっていう感じがして、私はちょっとワクワクしてたんだけど、そうね、あとはご飯の下りの話、あ、はいはいはい、食べませんわっていう感じも、あの人たちだけでいる時ってさ、みんな当たり前に食べないから、そんな話にはなんないわけ、なんかその感じも人間と関わり始めたんだな感が可愛い、なんか一番裏切りそうな顔してたから最初見た時ねだからこの方が一番繊細だったっていうこともなんかギャップとして面白かったし、今ちゃんとやり取りをやってる中でも各所で悪い顔するから、それが持ち前のものなのかそのいずれ裏切るのかも分かんなくて、ずっとね、ちょっとなんだろう、いいひりつきを感じます、私は。いいぜ、なんかこれ見ながら二人でも喋ってたんだけど、ラキシスさんって言うたら、そのアトロポスさんっていう一番ちっちゃいお子さんと、身長が高くて格闘が得意なクロトーさんの狭間の真ん中の
キャラクターって結果バランスを取るキャラになりがちで、うん、個性を突出させることが難しいっていうのってどの作品においてもそうなのよ。3人ってなった時にね。そうなんだけど、うん、その比率気を感じさせる風貌と声質と生き方がものすごく噛み合って、うん、ラケシスさんにもものすごい素敵な個性が付与されてるのが、うん、この役者さんならではだなと思って、ね、個性を失っていない、うん、すごい素敵なこと。一番最初に3人のうちの名前を覚えられるのが真ん中のことって私あんまりなかったからそっか、うん、確かにいっちゃん簡単なはずの黒藤さんがあの武闘派の方覚えてましたけど、はい、あじゃあこれちょっと並べていただいてよろしいですか、はい、じゃあ次はこちらブンブンジャーでございます。戦闘員ヒロさんからいただきましたよ。ありがとう。ブンブンジャーがついに5人揃っての名乗り決まりましたね。調達屋が好きすぎて編集を待ちわびたものとしては嬉しすぎてお困りです、うん、お困りのようだね。いちいち挙動がセクシーだし湿り気のある演技がうますぎる。選曲を見極めてベストなものを提供する技術は随一なのにスピードが足りなくて一手遅れる。ならば爆上げで相対速度を合わせていけ理論を出してくるブンブンジャーの空気感も好きですねということで、うん、今回はですねいろいろまあメモってたんですけど、うんうん、あの季語がないというくだり覚えてますか。はいはいはい、あの俳句一句読んでらっしゃいましたよね。そうそう、上司が読んだあの季語のない一句に対してあのあれ季語がないわってなった伊達社さんに対してさ、うん、はい、ムキーって言ってたじゃない、はい、あのあ、スワベさんが、スワベさんがね声当ててらっしゃるキャラクターが、うん、ムキーって言ってた時に絶対これ季語がないからムキーなんやんって、うん、我結構爆速だったよねだったんだけど、そのそれをちょうどスワベさんが X でポストされてて、そのこれ伝わった方もいらっしゃったかなみたいな、なんておっしゃってたかな、うん、っていうのを見た時に気づきましたって言った時嬉しくなっちゃってなんかああいう言葉の遊びも込みで、やっぱりこう慣れてらっしゃる先輩陣が敵側にいるっていいなと思ったの。あ、そうだ失礼いたしました。後ろにリップ立てとこうかでさ、でさ、でさ、なんじゃいなんじゃい、前から何度もめっちゃちょうどええやん、はいはい、めちゃめちゃありがとうリップあのよくさ言ってたと思うんだけど、デカレットの、はい、メットを以前生で我見たことがあってね、出たねっていう話をした時に、赤より朱赤、うん、オレンジ味が強いカラーって、うん、結構綺麗な赤に発色するから、うん、実はみんなが見てるより朱赤なんだよって話してたと思うんだけどさ、ちょっと見てください。これこの赤はちゃんと赤だけどさ、うん、これもこれだけ単体でいたらちょっと赤かなと思わない？確かに。私がオレンジの服着てるって言ってるのにみんな赤い服着てるって言ってくるみたいなことだね。そう、さすがにね、これは相当オレンジに振ってるんで、朱、うんうん、赤じゃなくて赤みがあんまないから、確かに黄色いオレンジだもんね。ま、そうそうそう、うん。だからちょっとオレンジ味はちゃんと伝わると思うんだけど、うんうん、これにちょっとでも赤を足すと、本当に鮮やかな赤になるの。確かに、このカメラを通して映像で見た時に一番綺麗な赤ってことだね。そうなのよ。だから、この似たようなカラーが2人いるっていうことの、うん、再現の大変さとかもすごい感じるかも、うんうんうん、あ確かに、うん、オレンジ少ないもんな意外とね、うん、そうなの。だからこの光沢感でより黄みが強く見えるようにとかなってんだろうなと思って今回変身後見てましたよ、うんうん、いやヒロさんがさ、うん、なんか言ってはったやん、その調達屋好きすぎてって、そのなんだセクシー、はいはい、いちいちセクシーで湿り気のある演技って話をされててあの私これ前回かな、前から気になってたんだけど、そのアメちゃんをよく舐めてるじゃない、はい、それあのよく口からアメちゃんをヒュッて出す様が印象的だったんだけど、ね、よくよく考えるとこう湿り気とかセクシーを出そうと思わへんかったら口の中に入れたもんを外に出してカメラで近くで抜かれることってあんまりないやん。あの飴以外なくない？あれ？そんな口の中に一回入れたもんをヒューってここら辺に出すことってないからかあこの人はセクシー担当なんだろうなってなんか口の中のねえキモいそんなつもりじゃないのよ。あれは一つでキャラ付けですから。別にセクシー見せたろってやってんじゃないよ、きっと。濡れ感をさ、なんかすごいなと思って見てました。そこじゃなくて、うん、そのこういう戦況でも、安倍ちゃんを舐めてる余裕を出してんだと思うよ。確かに知らんけどね。
身を表すためにじゃ水分か水たるではないやろ怖すぎるわ、はい、あでも今回はねあのブーンオレンジの言い方がちょっとこう締めベルねっていうのを聞いた瞬間気になったらなんかオレンジの言い方かなんかがトレンドにずっと入って入ってた入ってたみんな気になってじゃあ、はいはい、じゃあねちょっと交換しましょうね、はい、ありがとうございます。じゃあお元気立てていただいて、はいはいはい、Z さんでしたかねあのリップあの借りてくださいそうですねはい、ではでは先頭インテレスさんからいただきましたよありがとう、今週のジェネスタ第12話諦めない心絆と書いてユナイトねうんうんウルトラマン X でのネクサス逆演会ネクサスが作品としてもヒーローとしても特殊な立ち位置ゆえ扱いが難しい感じだったよねうんほうほう何せネクサスには決まった変身者がいません、なのでただ喋るだけでも誰が変身しているのかで一つひねらなければなりませ ん、 ここに来て今回立花さゆり副隊長が変身者、本編ではネクサス本編では適能者デュナミストと呼ばれていたんですね、ほいほい、まあ、今回は立花さゆり副隊長が変身者に選ばれ、レギュラーキャラクターそれも女性が変身者となるという展開はヒーローとしては意外でありながらネクサスとしては納得の人選でした、市場よりも公務を優先した隊長と、カナダに移住している家族のもとへ向かってしまった副隊長という対比、銀河やビクトリーマックスの客員を踏まえて、ウルトラマンに変身している人間がいるという推測が立つこと、そして離れて暮らしている家族のこととそれまでのエピソードがしっかり話の前振りされていた上でのこの回でしたね、ということでそこへさらに副隊長の旦那さん役で登場したのがネクサス本編の主人公、顧問和樹役だった川久保拓二さん、の登場、ネクサスの戦闘には外せないメタフィールドの展開、他にも細かいところに気遣いが行き届いていてよく染みましたということで、なるほどなるほど、これは最後のところがまた大事な話なのかな、ちょっと長くなっちゃうんですけど、今回ジェネスタでこの回が扱われて諦めるなという言葉を改めて考えてみると、言った人は以前に言われたことのある人なんだなとふと思いました。ウルトラマンが戦い続けられるのは繋いできた絆の力で、それはウルトラマンだけでなく人間も持っているのですが、ネクサスの場合は先にウルトラマンが諦めたけど人間が諦めなかったという逆の立場でしたので、ということでネクサスの本編でウルトラマンが諦めてしまいそうになった時に人間が諦めなかったという展開があったよね。その今回ね、副隊長の旦那さんとして出てきはった、川久保さんが演じる、またキャラクターとしては違うんだけど、その川久保さんが、主人公としてネクサスで戦ってたわけだけど、その方が最後の最後に諦めるなって人に言えるようになるね、で昔自分が諦めるなって言われた声を聞いて助かったことがあって、っていう、こう、結局周り回るとねややこしいんだけど、言ったのは自分自身だったみたいな、あの過去の自分がまた自分に諦めるなって言ったみたいなことあるんだけど、その諦めるなっていう言葉をこう、糧に生きてきた人が大人になって、また別の人に諦めるなって声をかけることができて、っていうのを今回のその X の中で、引き継いだわけだよね。なるほど。諦めるなとネクサスが X に言うていますっていうこう描き方をしてらっしゃったっていう、なんか改めて X 人気な意味がわかるな、いやおもろいよね、おもろいよね、いやマジでそれは感じる。しかもなんかこのたった1日だけウルトラマンだったっていう、なんか夢みたいな感じも、視聴者に対して夢があるなと思った。確かに急にね、そういつか何か本気で守りたいと思った時に、こういう日が来るのかもしれない、例えば親にもっていう、なんかつなぎ方が素敵だなと思って見てましたね。その今回1日だけウルトラマンになったからこそ、その X に変身してる主人公がウルトラマンになった時どんな気持ちでしたかって副隊長に聞くわけや。なんかあれが他のこうウルトラに変身してる人に聞いても自分と環境が違うわけや、やけど副隊長みたいに同じ組織に属しててこう
で急にその力を授かった人に聞くのってめっちゃわかるなって思って、なんか聞いてみたくなるよね、聞いてみたいよねってなんか思って、わあすげえ目も一気に消えた、え真っ白になってる、真っ白になってる、まあここで終わりなんですけどということで、いやちょっと X ちゃんとまた見たいなという気持ちになりました。以上熱血特撮語りでした。松田的スーパー